ワンヤンアグダの像。中国国流交渉ハルビンシアジョーク金、神行歴史博物館にてアグダは、金の初代皇帝から1123年9月19日、女神族ワンヤン部の族長であった。日本では、女マナであるアグダに部族名のワンヤンを冠した、ワンヤンアグダという名でよく知られている。祖父は、生女神のワンヤン部の族長から水西への、父は同じく、 外サ都八。聖母は、女神田物草部の主張の娘である翼観光后。ワンヤン部は、女神人のうち寮からは、関節統治を受ける生女神の一部族であり、松花江の市流案で虎水の流域に居住していた。アグダの先祖は、ワンヤン部の族長として、寮から節土師の称号を与えられ、寮の総主権下で次第に勢力を拡大した。アグダは、 ワンヤンブの族長、節度師を務めた父、叔父の栄華、兄のカラスミアビタバを補佐して、ワンヤンブの勢力拡大に功があり、この頃までに、ワンヤンブは、生女神をほとんど統一した。1113年、兄が死ぬとアグダが、ワンヤンブを継ぎ、と没局列を称した。翌114 11年、領に対して挙変し、領の拠点名講習を攻撃し、これを占領した。 また、毛安、亡国の姓を立てて、女神人を軍事的に組織した。1115年、アグダはアンデトラミズで皇帝に即位し、国号を大金と定め、アンデトラミズにある海名をととし、治ム国の年号を立てると、同年寮の天ミカド率いる大軍を破った。北の寮に苦しめられてきた北僧は、アグダの威勢を聞いて、寮を攻撃しようと図り、 1120年、金と会場の命といわれる同盟を結んだ。これによりヤグダは、領との決戦に臨み、同年領の途上京を占領し、さらに遠京に迫った。翌1121年領の天祖帝は、遠京を放棄して清掃し、領の支配はほとんど壊滅した。一方、総軍は、放浪の乱など、国内の内乱鎮圧に振り向けられていたため到着が、遅れ。 アグダは、北総との名約に従って、遠京を攻め残した。その後、総軍が到着して、遠京に攻めかかるが、弱体化した総軍は、ヤリ律大石らの率いる領の残存勢力に、連敗したため、総軍の司令官同官は金に対して、遠京を落とすよう要請し、金軍が遠京を攻略した。金の将軍たちはこのまま遠京を、金の領土にすべきだと主張したが、 アグダは名役を尊重して、遠京以下六州を北宋に割上し、代わりに遠京の人民をすべて連れ去った。この際に大規模な集団合管が発生したと言われる。またこの代償に、金は領に変わって、総から再兵に、銀二十万両、絹三十万匹、千百万艦、軍領二十万国を受けることになった。千百二十三年、アグダは逃亡した。 領の天素帝を追撃を試みたが途中で発病し、武都で56歳で病没した。アグダの後を継いだ、道部帝のご骨会は、1125年に天素帝を捕らえ、領を完全に滅ぼした後、再平の支払い等をめぐって、北僧と対立し、1127年、成功の変で北僧を滅ぼして、下北一帯を領有する。なお、 三代皇帝紀州以降の金の皇帝は、最後の末、帝を除いて、アグダの子孫である。2003年9月5日、北京市文物局は、北京市南西郊外の旧流山で1980年代に、発見された金朝の寮母から、アグダのものとみられる石棺と遺骨、装飾物が発掘されたと発表した。ありがとうございます。